一度捨てたアイデアを引っ張り出してきてもう一度検証する、まあ、それはですねすごく楽しい作業なんですけれども、まあ、同時に、まあ、過去の自分の間違っていたところであったりとか、まあ、そういうものをですね再検証して認めていくわけですね、まあ、反証可能性というものが科学にあってすごく良かったなと思う瞬間であります。筋子ひのぶです。本日はですねスピンというオペレーションをですね再度検証してみたいと思います。でまあ、過去ですねスピンの検証を何度かやっていまして、その時の着地でいけば、まあ、ちょっとえぐみが出るんでうちではやらないみたいな、ただ抽出効率めちゃくちゃ上げるよねみたいな着地で終わってたんですけれども、もうちょっと他の可能性があるんじゃないかというのが前回前々回の実験を受けて分かってきたので、そこをですねさらに検証していきます。でタイモアが導入されてからまだですね一度もスピンを入れて検証っていうことをしていなくて、まあ、理由としてはスマートモードっていうものがかかっていて、ドリッパーが動くと抽出が止まっちゃう、まあ、その測定が終了しちゃうっていう問題があって、まあ、どうやらですねそれを切ることができるというところに気づくまでにちょっと時間がかかってしまったっていうところで、未検証となっておりました。で今日はですねスピンをやった場合とやらなかった場合でいつものように、理想線を引いて後からスピンで追いかけるっていうような形で、やってみます。で全く同じ入れ方をした時にスピンによって濃度それから酸度がですねどれくらい変わっていくかというところを検証していきますのでよろしくお願いします。それではスタートします。羊コーヒー I love。 はい、それでは実験スタートします。まあ、スピンというオペレーション、ここに関しても皆さんご存知だと思うので説明は割愛させていただいて次に進みたいと思います。で今日のレシピなんですけれども、まあ、いつものように 12g で 150cc 落とすというレシピでいってみます。で、使う豆は浅煎りで、今日はモカイルガチャフェ使っていこうかなと思います。まあ、なんとなくなんですけどスピンは、浅煎りのイメージ強いのでそこでやってみようかなと思います。ではスタートします。はい、それではまず通常で入れていきたいと思います。はい、こちら 12.00g。 でまず蒸らしからいきたいと思います。はい、ちょっと触ります。2回目のスピンありの時も、まあ、ここまでは一緒です。で違いは、まあ、もちろんなんですけどスピン入れるところなんですけれども、まあ、30秒間蒸らして、はい、注ぎ始めて、まあ、スピンをするには、まあ、ある程度ですね中にお湯がある状態の方がいいかなと思います。ただあくまでも羊コーヒーのオペレーションの中にスピン入れてみるっていうコンセプトで今日実験しますので、ここは同じような感じで入れていこうかなと思います。で、まあ、大体ですね 30g くらい入るとこうドームの大きさが最大になるかなと思いますので、そこでスピンを入れようかなと思います。でスピンの入れ方なんですけれども、大体この辺りですね、この辺りでそろそろ30下に落ちます。ここでスピン入れるですけれども、上から今注ぎ続ける、で下から落ちる、まあ、こうついで合わせてるわけなんですけれども、この状態を崩してしまうと、まあ、こう呼吸するような状態になってこれでもブリックス上がるってことが分かってるので、こちら固定して入れ続けたままこちらで揺すってみたいと思います。うまくできるかちょっと微妙なんですけれども、まあ、その方法を取ることでここの条件を変えずにスピンだけが入るというような状況を作ります。でスピンの効果が、まあ、もしですねこのフィルターをな、お湯が流れていくですね流速が上がるっていう効果、まあ、前回前々回、まあ、そんな効果があるんじゃないかみたいなところで、まあ、本当にそうだとすれば、まあ、なるべく早い段階で入れた方がいいわけなんですスピンって。そうすると後半に向けて、効果が出やすくなると思うので、まあ、それを本来ならどこで入れるべきかみたいな議論はちょっと後に取っておこうかなと思います。はい、入れ終わりました。それでは次スピンありで入れていきます。はい、それではスピンありで入れていきます。では同じように蒸らしからです。ちょっと触ります。ステアもこう中の構造をちょっとこう崩して触るくらいでいいんじゃないかなって思ってるんですけど、ステアの本当のこうやり方とかもですね本当はもうちょっと検証必要ですね。はい、では30秒経ちました。ここからはですね上の線をなぞるようにいきたいと思います。で下に30、溶液が落ちたところでスピンを入れていきます。
本当は多分この辺りとかで入れたりとかしてもいいんでしょうけど、結果変わるかもしれないですね。30です。入れます。はい、揺らします。はい、これくらい。さあもう一度上の線を合わせていく。ちょっと少なくなっちゃいましたかね。まあでも多分これくらいが限界なので、はい、合わせていきます。もうちょっとこう激しくスピン入れたりとかあるんでしょうけど、あ、抜けるスピードが全く変わりましたね。スピン入れて以降は抜けなくなるっていうことは、スピンはかなり浅入り特化型のオペレーションだっていうことがなんとなく分かりますね。上の線は一定ですが、下の線がどんどん離れていく。じゃあ200まで注いで一度止めます。はい、このまま150まで落とすんですけれども、全然抜けていかないですね。はい、もうさっきの地点はもう通り過ぎてしまいました。なるほど、こういう効果があったと。89、はい、はい、入れ終わりました。では測定していきます。はい、それでは測定していきます。ではまず通常のものから測っていきます。はい、ブリックス 1.51、 TDS 1.20、 はい、サンド 0.80。 続きましてスピンありのものを測っていきます。はい、ブリックスが 1.60、 TDS 1.27、 はい、サンド 0.80。 以上で測定終了です。考察していきます。はい、測定終了しました。結果はこのようになりました。通常のものブリックス 1.51、 TDS 1.20、 サンド 0.80、 スピンを入れたものブリックス 1.60、 TDS 1.27、 サンド 0.80 というところで、まあ、ブリックスがかなり上がったという結果になりました。まあ、前回もそんなような結果を得れたので、まあ、間違いないのかなと思うんですけれども、まあ、数字自体はまあ参考程度にしていただいて、まあ、上昇したという現象ですねとして捉えていただければなと思います。で、酸度が上がらなかったんですよ。で、抽出時間としては伸びたんですよね。スピンを入れた瞬間に抜けるスピードがガクンと落ちて抽出時間が伸びたと。ただ酸度は変わらなかったっていうところからいくと、まあ、後半ですね、抽出時間が伸びていって酸度上がるんじゃないかって自分でもちょっと思ってたんですけれども、まあ、そういうわけではないと。まあ、前半に溶けるものでほとんど分子間距離って決まってるのかなと思います。で、電気の通りやすさっていうのは大体同じくらいに落ち着いて、まあ、問題はこの屈折率が変わってるっていうところですよね。ブリックスのところ、ちょっと飲んでみたいと思います。まずこちら通常のもの、うん、まあイルカチェペいつもの感じですね。で、スピンを入れたもの、うん、そうですね、スピンを入れたものと通常のもので、そこまでですね大きく違うコーヒーとして捉えられるかっていうと、そういうわけではなくて、まあ、ほとんど、まあ、似たようなコーヒー、まあ、当たり前なんですけれども、似たような条件下で入れてるので、もちろん同じようなコーヒーに仕上がっています。で、酸度も同じくらいなので、まあ、感じる酸味とかは一緒です。まあ、ただスピンの方が少しですね、こうタンニンみたいな感じを得れるというか、渋みみたいなもの、まあ、これはですね決してネガティブなものではなくて、コーヒーとしてまあらしいっていうか、ね、そういう意味でのタンニン感があります。で、前回はまあこれが出るのでスピンはしないっていう方向に行ったんですけれども、まあ、後半に向けて出る成分みたいなもので、酸味のですね、まあ、非常に紅茶っぽくなるじゃないですか、普通にザーッと入れていくと、まあ、それをですね補いたいみたいなコンセプトでいくと、スピンを入れる目的っていうのを明確にすれば、ありなのかなと思いました。で、特に前半で入れれば後半に向けて、まあ、かなり長い時間取れると。で、そうすると後半の方で溶けていく成分っていうのがよりカップの中に、まあ、落としていけるみたいな考えでいけば、まあ、この渋みみたいなものとかタンニンみたいなものとか、それからコーヒーの重みみたいなものとか、まあ、そういうものをですね、個性として感じたければスピンを入れるというところで、着手していいのかなと思いました。で、前々回ですかね、やったフィルターを洗うようなオペレーションの場合は酸度落ちたんですよ。で、つまりどういうことかっていうと、多分分子間距離が離れたってことだと思うんですよね。なのでお湯が入ってると。
ただスピンは酸度が同じ状態を保ったままブリックスだけ上げてるので、ガーッと土手を崩してってフィルターを洗いながら後半に向けて伸ばしていく方法よりは、まあ、スピンの方がいいのかなと思います。必見としてはこのスピンをおすすめしたいかなと思います。まあ、後半に向けてですね、まあ、前半早くして後半遅くするっていうこの種類のオペレーション他にも、まあ、いくつかあるかもしれないので、まあ、見つかり次第、そんな傾向のオペレーションですねあればご報告していきたいかなと思っております。はい、といったところで今日はスピン検証してみました。もう少しですね深掘りしていくとさらに面白いことわかるかなと思ったので、ここは継続して、研究していきたいと思います。それでは今日はこんなところで失礼いたします。落ちてくるのは幸せだと信じよう。どんな悲しみもミックスして輝く。